皆様、コーヒーを入れる際の粉の流度、どうやって決めてますでしょうか羊コーヒーの森ですえ。本日はですね、コーヒーの入れ方、価値税向けのですね、シリーズをやっていきたいと思うんですけれども、その最初として、コーヒーって、まあ、豆の状態から粉にするじゃないですか。でその粉にするときに、まあ、どれくらいの粗さ、どれくらいの細かさで引こうかなって、えー、考えると思うんですけれども、そのあたりを かなり詳しく解説しようかなと思います。私がどう考えてるのかっていう感じですね。なので、一般からちょっとこう外れた回答になったりとか、まあ違和感があるところあると思うんですけれども、まあ、科学的な視点から見ると、まあこういう視点もあるのかっていう感じでえ見ていただきたいなと思います。それでは始めていきます。必見 はい。それではお話し始めていこうと思います。今日のお話はですね、このミルに関する性能の話ではなくて、まあくまでも自分の目的とする、えー、細かさ、粗さ、そして微粉の含有量とか、ばらつきとか、まあ、そういうものが自分で得られたとして、まあ、どこに設定しますかっていうお話にしたいと思います。で、えー、ちなみにですね、私が使っているコーヒーミルはこれです。イージープレスさんの KUltra。 で、このミルは、エスプレッソよりもずっと細かいところから、え、引きまで、まあ、かなり幅広く対応していて、フラグシップモデルの、え、ミルです。まあ、こういうミルを使っていると、まあ、本当にですね、どこで設定したらいいかって結構分かんなくなってくると思うんですよ。え、100番目と101番目ってどれくらい違うのかとか、まあ、そういう話も出てくるんですけれども、まあ、その違いに関しては、ここでは、え、鳴らしてしまおうかなと思います。まあ、つまり、まあ、心の問題にして、え、処理してしまうと思います。 で、ここで話するのはもっと大きく細引きとか中引きとか荒引きっていう話をします。で、大体ですね、コーヒー屋さんとかにお願いして豆引いてもらう方もいると思うんですけれども、えー、自分のですね、好みに合わせて細引きにしたりとか、えー、お店の方にお願いして、まあ、中引きぐらいがいいかなとかやってると思います。で、その設定の仕方の考え方をざっくりですね、知識ある方もいると思うんですよ。で、私はどう考えてるかっていうと、 まずはですね、倍煎度ですよね。まあ、ここは、まあ、待ってましたっていう回答だと思います。倍煎度が浅ければ、えー、どちらかというと、えー、細かくなる。で、深ければ荒くなる。ですよね。まあ、ここは、まあ、皆さん大体そうだと思います。でこれは大体言われているのが、えー、苦い成分ですよね。まあ、細かくなってしまえば苦い成分出やすいとか。浅いレンジではその苦い成分とかすごく少ないので、細かくすることによってたくさん抽出して、樹率上げていこうみたいな。 話をすると思います。じゃあなんでってことですよね。ここまで考えたことがあるかっていうことなんですよ。で、えー、私はですね、このクリック、えー、粗さですね、を考えるときに、えー、もう一つ、えー、決める軸があります。まず横軸に、えー、焙煎度をとります。で、縦軸に加熱活性効果をとるんですね。そうすると、この斜めの軸がコーヒーの粗さになります。つまり、朝入りでもポリペノールが高い豆と低い豆では、 粒度が変わるってことですね。もちろん、深入りもそうです。深入りになっても、ポリフェノールの高さによって豆の粗さが変わる。というような考え方です。じゃあ、海面活性効果について少し実験を交えて説明していきたいと思います。えー、海面活性効果と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。まあ、簡単に言えば泡立つ効果ですよね。 エスプレッソが、まあ、向いてるまめ向いてないまめあるっていうのは、その海面活性効果によるものが大きいと思います。で、えー、今ですね、ここに海面活性剤を入れた。これ、あの、普通に食器洗剤ですね。中性洗剤。色がつくんでちょうどよかったんで。こちらが海面活性剤を入れたものと入れてないもの。で、かき混ぜればもちろん泡立ちます。で、さらに油と水を乳化させます。まあ、このあたりの機能って、まあ、すごく有名だし、えー、皆さんもなんとなくわかってると思うんですよ。 で、ここからが結構大事で、えー、洗濯するときって、洗剤使うじゃないですか。なんで使うかっていうと、こうやって構造を持ったものがあります。これは今、あの、クロスをですね、ちっちゃくカットしたもの。これを入れてみたいと思います。はい。はい。で、そうしますと、わかりますかね。海面活性効果のある、この液体だけ沈みました。こっち浮いてます。 つまり、その構造を持ったものの浸透ですね。をする効果が出ると。そうすると、コーヒー豆ってこう粒になってて、粒の中ってたくさん穴が開いてて、そこにお湯が入っていくことによってコーヒーが抽出されるじゃないですか。っていうことは、解明活性効果が高くなればなるほど、コーヒーの抽出効率って上がるんじゃないかなって予測ができると思います。でさらに、もう一つ効果があります。はい。ここにですね、コーヒーの 粉のの微粉があります。見るから取ってきました。で、この微粉を入れてみたいと思います。もちろんさっきの浸透の効果はありそうですよね。はい。はい。うん。わかりますかねちょっと揺らしますよ。はい。はい。どちらも同じだけ揺らしてみました。 よりですね、細かい粒子が広く拡散してるんじゃないかなと思います。これだけ違うんですね。え、今見たように、え、海面活性効果には、浸透っていう効果と、あと、細かい粒子をこう、たくさん拡散してくれるっていう効果があります。で、これによって、海面活性効果が高ければ高いほど、え、コーヒーの抽出効率に影響が出ると。なので、コーヒーをこう注ぐときに、かなりこう、ボコボコって泡が立つ芽ってあるじゃないですか。 ああいう豆ってポリプロム高いんだなとか、その泡の引っ張り方で海面活性効果がどれくらい強いっていうのを結構コーヒー屋さんとかプロの人って経験的に知ってるんですよ。それによって、えー、対象を考える。で、別軸に温度っていう考え方もあるんですけど、温度はちょっと別な機械にして、まあ、粒度だけでコントロールするってことを今考えてみれば、やはりですね、海面活性効果が高い場合っていうのは、粒、えー、度を 粗くしていった方がどうやらいいかなって。ュ意スコルトを下げていった方が、結局、その解明活性効果と流度のバランスで、ちょうどいいところに行きそうだなっていうのがなんとなくわかると思います。で、その苦味成分とか、ポリフェノールとかちょっと大きい成分に解明活性効果がたくさんこう含まれてるんですよ。なので、同じ豆でも、浅サりよりも深エりの方が解明活性効果が高いです。なので、相乗効果的に、えー、グラフをこう書いてみると、えー、倍度。 効効果果倍がが高高くくくなればななるるほど効果は自動的に高くなっていのので波の線が引けるとでここで流動を決めていく。まあ、これがですね、私がいつも考えている、えー、流動の決め方ですね。なので、まず焙煎度を見るで。そこから豆の個性を見てみる。まあ、どれくらいの標高で育っているのか、どういう品種なのかっていうのを見て、まあ、特にですね、私の経験上、アフリカの豆とか、えー、高い地域で採れた豆とかは、 比較的、えー、髪合わ効果が高いかなって思います。で、そういう豆の、えー、特徴として、すごくいいエスプレッソができたりするんですよね。なんで、エスプレッソに入るような豆たちっていうのは、えー、髪合わ効果が高い傾向にあるかなって思います。はい、それではそれを踏まえて、コーヒー入れてみたいと思います。で、ここにですね、いくつかコーヒー豆あるんですけれども、 えー、まあ、シングルオリジンで言えば、この今、ニカラグアとか、ブラジルとか、アサイリで、まあ、このあたりは、えー、カメカオスする効果が低いと思うんですよ。で、品種とか、まあ、国の話をしてしまえば、まあ、コロンビアとか、エチオピアとか、インドネシアとか、まあ、こういないですけど、ケニアとか、タンザニアとかは、結構ポリフェノール多いかなと思います。まあ、コロンビアマイルドに含まれているものとかは、結構ポリフェノール多くて、注ぐと大きな泡ができるかなと思います。 で、この中で行くと、このペルーがあるんですよ。これ結構標高高くて、オルキレアっていう豆なんですけど、えー、焙煎度も、二、えー、2発のピークぐらいまで入ってて、まあ見るからに泡立ちそうだなと思うので、まあちょっとこれでコーヒーを入れながら海面活性こうを観察できたらなと思います。じゃあコーヒー入れてみます。はい。行いきましょう。で、ケールタのクリックはだいたい標準を8.5ぐらいに私置いてるんですよ。で、えー、それよりも、細いか粗いか。で、 ペル、結構これ、強めな雰囲気があるので、一周、まあ、十ですね。一周回ってゼロのところまで、クリックを回してみたいと思います。結構荒引きになると思います。うん。思ってる、火通ってるな。で、ここで、こう火の通りとか、この硬さを見て、私は微妙にクリックずらすんですけど、ここで。これはもう気持ちの問題ですね。 今ですね、ちょっと急に寄せて少し細かくしました。なんとなくこうパリパリと割れていく感じが微風味そうだなとか、なんとなくこう思ったので自己満です、これは。ほぼほぼゼロの位置で引いてます。あっても引けるな。お、めちゃくちゃいい匂いする。はい。あ、結構荒引きになりましたね。これくらいね、荒引きでもね、いいような気がするんですよね。 でね、本当は海面活性効果といえば温度なんですよなのでこの温度の話をしたいんですけどちょっと情報量多くなるのでこれはまた別の機会にしたいと思いますちなみに海面活性効果が高そうなものに対して温度は下げていきますねうん90度切るぐらいここで入れていきましょういきますうんすごいですねドームがめちゃくちゃ大きくなります すごい膨らみますね。気持ちがいいですね。で昔はこの膨らむイコールやっぱうまいみたいなね、感じだったと思うんですけど、まあ今私の説明を聞いた後では、まあ、膨らむイコールうどんやらうまいじゃないっていうのはわかりますよね。膨らむイコール海面化成効果が高くて、まあ、どうも形成しやすいと。で、朝煎りとかはこんなに膨らまないじゃないですか。それは別に美味しくないわけではなくて、海面化成効果は少ないというような認識だと思います。入れていきます。 すごいですよね。この青の引っ張りが。どう見ても海面活性効果高いですよね。でそうすると、この注ぎでちょっとこうガス抜きを考えたりするわけですよ。昔、その、ゆっくり入れるオペレーションが主流だったじゃないですか。それは結構このあたりも理由があって、このガスをどう逃がしていくかっていうのと、 全体の成分をまんべんなく抽出するっていうそのギリギリのラインをですねつくっていう職人技がですねあるわけですねこの注ぎ方に関してはそれだけでちょっと一本語れそうなのでそれはちょっとまた別の機会にお話したいと思いますはい泡にねたくさんアクが吸着して渋い成分のとかが上に集まってそうですよねなので深いりはちょっと早めに切ります はい、ペルーリキり当きました。いただきます。うん。いや、いいですね、深入り。いつもですね、私、朝は、ちょっとこう活発な朝を迎えるために朝入り飲むんですよ。ただ、この深入りで迎える朝っていうのは、ちょっと休みっぽくていいですね。なんかもう、ここでリラックスして、このまま一日家で過ごそうかなみたいな、そういう気持ちにさせてくれますね。 今日のですね、お話は、まぁ、あ、度を決める際の参考にしていただけたらなと思うんですけれども、少しおさらいをしますと、まず横軸に焙煎度を取る。で、縦軸に仮面活性効果を取る。で、斜めの軸が流度ですよっていうお話でした。で、本編でですね、まあ軽くちょっと撫でたぐらいの話だったんですけれども、もう一つ、粗引きのレンジで、まぁ、しっかり粗くしなきゃいけない理由っていうのがあって、もう一つですね、えマクロに、え抽出を捉えたときに、ドームの膨らむ問題ってあるじゃないですか。 海面活性効果高くて、で、流度が細かい場合って、ドーム大きくなっていくんですよね。どん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 。これあの、抽出の過程で見てもらったように、ポコ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 。えー、ガスが抜けていったと思うんですけども、その抜けていこうとするガスが、えー、細かい流度によってこう、ドームに変わっていくと。そうすると、中が空洞化していくんですよね。で、空洞化してしまうと、こう、陥没していくと。で、この状態っていうのは、抽出効率非常に下げるので、そういう効果もあって、 この斜め軸で竜度を決めていくっていうのがすごく大事なのかなと思いますはい、えー、今日は竜度の話してみましたいかがだったでしょうか、えー、自分でですねコーヒーを入れる際の参考にしていただければと思います今日はこの辺りで終わりにしたいと思いますまたね